魅力の源、平野紫修行、コミュニティの心を捉えるエンターテイナー。こんにちは、皆さん。今回は、元キングプリンスのメンバーで、現在は滝沢秀明さんが立ち上げたニバイトに所属する平野修行さんに焦点を当て、その魅力に迫ってみたいと思います。彼のパフォーマンスは単なるエンターテイメントを超え、コミュニティ全体にインスパイアを与えています。平野さんのダンスはまさに魔法のようです。 キングプリンスのデビュー曲や月読みのダンスは当時話題を席巻し、TRF のサムさんや世界的ダンサーのリハさんまでが絶賛するほどでした。しかし、その素晴らしいダンスの裏には、小学2年生からの1日7時間の練習や小学4年生での膝の怪我と手術の苦労があります。運命がジャニーズ事務所へと導いた平野さんは、オーディションを受けずして入所し、エリートとしての道を歩んでいます。 新田さんやプロのダンス講師からは、そのテクニックに簡単の声が上がり、音の乗り方がかっこいい、動きにキレがあると絶賛されています。さらに、社交ダンスやノーティガールのダンスにおいても、その才能が光り、他のメンバーを圧倒しています。平野さんはダンスの世界で、その名を轟かせていることは間違いありませんね。平野さんはジュニア時代からアクロバットにも長けており、 バック中やバンスナイトでの驚異的なパフォーマンスはファンを魅了しました。アクロバットの練習を始めたのは中学2年生頃で、初めてバック中に挑戦した際は、頭でイメージしただけで一発で成功。その才能に周りも驚嘆の声を上げました。キングプリンスの曲でのパフォーマンスやバラエティ番組でのアクロバット挑戦でも、その高い身体能力を発揮し、視聴者を驚かせています。運動神経においても、 平野さんはまさに怪物と呼ぶにふさわしい実力を持っています。ピッチングスピード対決や50メートルハードル総対決では野球未経験でありながら成人男性を凌駕し経験者たちを圧倒しました。彼の運動神経の良さは様々なスポーツでの挑戦を通じて示され、その総合力でメンバーの中で常にトップに輝いています。そして平野さんの筋肉美もファンを引き込んでいる要因の一つです。 彼は生まれつきの筋肉質で、特別な筋トレを行っていないにもかかわらず、その美しい筋肉が称賛されています。彼の体脂肪率は10%を超えず、その体格から生まれた天性の才能とも言えるでしょう。また、筋肉がつきやすい体質であることから、生活に支障をきたすこともあるそうですが、それでも彼は自身の身からだと向き合い、その美しさをキープしています。 ヒラ紫シさんの多彩な才能、ダンスやアクロバット、運動神経、そして筋肉美、彼の魅力はまさに多岐にわたり、コミュニティ全体を魅了しています。その努力と天性の才能が交わり、私たちには彼の圧巻のパフォーマンスを楽しむ幸せがあります。これからも彼の新たな挑戦に期待し、その才能がますます輝きを増していくことを願ってやみませんね。